形についてでどんな形で蕎麦ができるのか、まあ、その辺をちょっと説明していこうかなと思ってます。まず粉を用意してそれで麺を作っていくんですけどね、麺体を作るんですけども、ここに水を入れるんです。でここに小さな穴が開いてるんですが、この小さな穴から水がここから出てくるんですね、ちょこちょこちょこと。でこれを粉に対してこのように回すんですね。そうすると自然に、水が落ちてきて、そしてだん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 ここについてくるんですね、粉が、そば粉がですね、ついてくるんですね。でそれを見て、ここら辺ちょっと完成的なところもあるんですけども、ある程度のとこまで来たら取って取って取って、そして丸めて、ある程度ちょっと押すんですね、型と。こねに使うのはこの板ですね。で麺を出す時に使うのがこの板ですね。でこれをここにはめて、ここにはめ込みます。でこれをこんな感じで組み立てます。こう入れてこれをここに入れます。こんな感じですね。これはまず用意して入れて、ここのとこですね、ここの角、山のところをここに、谷のところに入れてこうやって回します。こいつを中に入れます。ですね。でこれをここに引っ掛けます。ここに引っ掛けます。こんな感じ、引っ掛かりますから。でこれを中に入れて、あ、ちょっとこうやってはめます。でこれはロックしますね。ところがここにやると中にここにはまりますから、ちょっとだけ上に上いっぱいまで上げてから白ネジを左手で固定する。そして穴に対して白ネジが開く位置に持っていきます。でこっちに動かす。ちょっとねこれ力いるんでね、こっちにここですね、これで左側がこねで右側が押し出しな。この面体を棒状にします。棒状にして、そして中に入れる、面体を入れて、ね、そばを入れて、そしていっぱいいっぱいのところで持ってきて、これでこうやってはめます。でこれはロックしますね。で最初にこねますんで、これをこねるの方に持ってくる。そしてこれをこう持って1,2,3,4,5,6,7,8,8回ぐらいか、これをね上下3回ぐらい、一番上に上げてここを持ってこれ、ね、移動ですよね。でこねるのところから今度は押し出すの方に持ってきますね。で裏こいつを取って穴が出る方に変えます。はい、で押し出すになってる穴にした方になったと。そしたらこのまんまお湯に向かって出すと面体が出ると。外して水の中につけちゃいますね。こうやってつけて、で こっちにあるやつもこうね外して、
そうそうそう、外して、外して、水の中につけちゃいます。これも、外して、水の中につける、ね、これもつける、これもつける、これも、まあ10分かそこらでいいと思うんですけどね、つけといて、まあ1時間ぐらいつけろって書いてるのもあるけれども、あとはね、あのちょっと足の長いブラシ100円ショップでも行って買ってきて、こういうところなんかね、これでやると綺麗に取れるんでね、普通のナイロンたわしよりも、うん、あの足の長いブラシですね、あれでやると綺麗に取れますね。これなんかもね、これもね、どっちかというとあの、コップを洗う、うん、そういうスポンジがあると便利かなっていう感じですね。こういうのもね、あのブラシのやつで落ちますね。そんなにね、あのつけとけば結構簡単に綺麗に洗えますね。あとは普通に放置して、うん、洗っとけばいいと思いますね。別に中性洗剤使う必要もないと思うんですよね。油使わないしね。うん、てな感じで、よくこんなことを考えましたっていう感じですね。